世紀末ウィーンが生み出したもの。第4回は第一次世界大戦への道ハプスブルク帝国がソルフェリーノの戦いとケーニヒグレーツの戦いで大敗したことは国内に大変なインパクトを与えることになりましたこの国の最大の弱点である民族問題の表面化です当時のハプスブルク帝国は 主要民族だけでも10を超える多民族国家最大の民族集団はドイツ人でおよそ4分の1次に多いのがハンガリー人、マジャール人でおよそ5分の1これに次ぐのがチェコ人、スロワキア人、クロアチア人、セルビア人、ポーランド人などですこれらの民族はそれぞれ彼らの言語を持っていたので この国では民族とほぼ同じ数の言語が使用されていましたこの多民族国家ハプスプルグ帝国の中で最も民族独立運動が活発だったのがハンガリーイタリアから駆逐され統一ドイツから排除されたオーストリアはこのハンガリーの独立要求に直面しますがもはや武力で抑え込むことなど到底できませんそこでオーストリアは 国内の再編に着手し1867年にハンガリーとの間にアウグスライヒ妥協を成立させハンガリーは歴史的な悲願であった独立をほぼ達成しますこの人物はアンドラーシー1848年のハンガリー革命に参加し死刑を宣告され亡命。1858年の恩赦でブダペストに戻ると ハンガリーの最も重要な政治家へと駆け上がっていきます。1866年1月、ホーフブルクでの式典で初めてエリザベートと一見し、彼女の友情を得ます。そして、エリザベートの力添えで、ハンガリー初代首相となります。1871年には首相辞任し、二重帝国の共通外相にも就任します。これは、 1867年のアンドラー氏いい伯爵がエリザベートと恋愛関係にあったかどうかはどうでもいいことでしょう。はっきりしているのはエリザベートにとってアンドラー氏は夫である皇帝フランツとは正反対の彼女の心の中の熱い思い自由な感情のほとばしりを体現する人物だったということまた アンドラー氏の人生が好転したのはエリザベートのおかげだったということですこの絵はアンドラー氏の墓にもお出るエリザベートエリザベートは1890年のアンドラー氏死去に際し次のような詩を捧げています私の手が愛部するのは彼一人唯一無二の本物の好人物我が愛するハンガリーからやってきたお前私はすべてお前に託す お前は地位も名誉も捨て私だけを愛したお前にとって私は女王以上そしてお前は一心を捧げたのだ1867年6月7日ハンガリー王としての戴冠式はブダの丘に立つ聖マチャーシュ教会で行われましたこの時副王として二人に王冠を捧げる役目を果たしたのがアンドラー氏でした これが現在の聖マチャーシュ教会です。これはハンガリー王として大官するフランツヨーゼフ一世。フランツが頭にいただいているのは、ハンガリー王冠、聖イストヴァン王冠。ハンガリー王国の大官の証であり、12世紀以降、ハンガリーの王が代々引き継いできたものです。 これはブダペストで行われた大冠式の装いのエリザベートこのドレスはパリの有名デザイナーによって作られハンガリーの民族衣装を取り入れたエキゾチックなデザインでした大冠式の後皇帝は白馬にまたがって丘を登り東西南北の天空に剣で十字を切り先生の言葉を述べましたこれは 国民を外敵から守ることを象徴するハンガリー国王大冠式に伴う伝統的な儀式でしたこれも同じ場面を描いていますところでアウス・グライヒ体制の下ではオーストリア・ハンガリーはそれぞれ自立した政府を持ちオーストリア政府は皇帝にハンガリー政府はハンガリー国王に対して直接責任を持っていました そして皇帝とハンガリー国王をハプスブルグ家の当主が兼ねることで一つの国家オーストリア・ハンガリー帝国の帝を成していましたこのアウスグライヒ体制はオーストリア・ハンガリーを超えて一つの国家として機能する分野を共通業務として定めていました外交・軍事・財政の三分野です。そして共通外務大臣 共通陸軍大臣、共通大蔵大臣が置かれ共通業務に関する調整機関として共通閣議が置かれました二重帝国には二つの首都ウィーンとブダペストが置かれオーストリア議会とハンガリー議会は別々に開催されることになりましたしたがってハンガリー人はハンガリーの国内政治に関して自らの意思のままに決定でき また公用語もドイツ語とハンガリー語は対等の扱いとされましたもっとも二重帝国が成立した後のハンガリーの内部でも意思が統一されていたわけではありませんウィーンの政府と協調しつつ自国の独自性を維持しようとする恩恵派と完全にオーストリアとは縁を切って独立国家を建設しようとする過激派が対立していました 一方のオーストリアでも、皇帝は諸民族がむつみ合い力を合わせることにしか国家の生き残る道はないと確信し、これを政治の大原則と定めたのに対し、老いのフランツ・フェルディナントはオーストリアの優位を主張し、ハンガリーの独立を承認しない立場を取っていました。ただし、こうした対立矛盾、歪みを内に孕みつつも、 全体的に眺めるならば、二重帝国では、1867年の成立から1918年の解体までの半世紀間、政治体制、軍事組織はほぼ円満に機能していました。そもそも国内の12に及ぶ中小民族相互の対立を和らげるために、また侵略の牙をあらわにしつつあるロシアと対抗するためにも、ハンガリーのマジャール人と、 オーストリアのドイツ人は協力し合う必要があったのです。ここで忘れてはいけないのは、二重帝国の樹立は他の民族を犠牲にして行われたということです。それは、ハンガリーにドイツ人並みの優越的地位を与えた結果、他の民族、ことにスラブ系のチェコ人、スロバキア人、クロアチア人、セルビア人、ポーランド人に不満を与え、 彼らのナショナリズムを刺激することになったということです中でもチェコ人はハンガリー人同様の権利獲得を要求三重帝国の実現に期待をかけるようになりますが自らの特権を失うことを恐れるドイツ人とハンガリー人の反対で実現には至りませんでしたしかしそれでもチェコのナショナリズムは強まる一方でしたチェコ人は 草の根の募金活動を通じて1881年プラハのフルタワカハンに豪華な国民劇場を完成させますそれは彼らのナショナリズムの結晶であり二重帝国に対する抗議の象徴でもありましたこの写真は1868年5月16日のプラハ国民劇場の低組織の様子です以上見てきたように オーストリア・ハンガリー帝国は国内で諸民族のナショナリズムの高まりに直面させられていましたが国外でもバルカンにおいて新たな挑戦に立たされつつありましたちなみにこれがブリタニカ国際大百科事典が示すバルカンの領域でバルカンは現在これらの国々からなっています。このバルカンがドイツから締め出され、 イタリアから撤退したたた。後、オーストリアに残された唯一の活路でしたバルカンでは500年近くバルカンを支配してきたオスマン帝国の衰退に乗じてロシアが18世紀後半のエカテリーナ上帝時代から正京諸国の新ロシア感情を利用して南下政策を取り始めました。この地図は、 エカテリーナ時代の領土拡大を描いています。そして19世紀になると、ロシアは反スラブ主義を武器に、積極的にバルカン進出を図ります。1828年から29年のロト戦争により、ロシアはトルコからドナウ川沿岸、国海沿岸の領土を獲得しましたが、クリミア戦争に敗れ、パリ条約の 結果その南下政策は阻止されましたロシアはさらに1877年にもトルコと戦いバルカンにおける優位を獲得しましたがベルリン会議によってまたしてもその南下政策は阻まれましたこのベルリン会議でロシアの野心はひとまず砕かれますが他方でオーストリア・ハンガリー帝国は オスマン帝国領のボスニアヘルツェゴビナを占領行政下に置きますさらに隣接のサンジャック地方に守備隊を駐屯させる権利を獲得しましたこれによって帝国はちょうどくさびを打ち込むような形でセルビアとアドリア海に臨むモンテネグロの間を遮断することになりましたつまりセルビアとその支援国ロシアが アドリア海への出口を獲得するのを阻止することになったのですこの絵は、ベルリン会議の決定に従って1878年8月、ボスニアのヤイツェを占領するオーストリア・ハンガリー帝国軍を描いていますこれも イラストレイティッドロンドンニューズに掲載された1878年8月のオーストリアハンガリー帝国軍によるボスニア占領を描いていますしかしボスニアヘルセゴミナの住民の40%はセルビア人西教徒でした国外に居住するセルビア人を統合することによって 大セルビアを建設しようとするセルビアの主たる対象は、このボスニアヘルツェゴビナだったのです。セルビアの背後には同じスラブ民族でベルリン会議に不満を抱くロシアがいます。こうしてオーストリア、ハンガリー帝国はボスニアヘルツェゴビナをめぐってセルビア人と真っ向から対立するに至りやがて、第一次世界大戦を招くことになるのです。